どうもこんにちはす今回は意図的にノーカットの動画となります。で、あと、少しいつもよりゆっくりペースに喋るかもしれません。だから、見てる皆さんにとってはね、間延びした感じに聞こえるかもしれないんですが、よかったらね、まあ、時間見て、休憩の時とかでもね、あの最後までお付き合いいただければ嬉しいです。で、今回はタイトルにも入っているかと思うんですが、この時期に今増えてる質問があります。まあ、質問、相談かな。それが、えー、僕は ほにゃららままで偏差値が上が上るとと思いますかとかほにゃらら高校ほにゃらら大学に受かると思いますかみたいなもちろんそこには今の自分の、えっと、現状偏差値の数字とか得点とか書いてあってここまで伸びますかみたいなね偏差値45なんですけど60までいくと思いますかみたいなことですがものすごく増えてます。でこれは塾講師やってる時ももちろんうちの生徒からも相談されるしそう思う気持ちもわかる自分は思ってたからね。 でそれに対する返答って実は何パターンかあるんですよでそれはその子自身がどういった不安どういった思いがあってとそしてどういう言葉を求めているかっていうのが分かれば変えられるんですよ例えばもう不安でただただ頑張ってるもうその子はもうすでに頑張ってるでも不安でどうしても不安がこうね自分のキャパを溢れてしまってもう背中を押してほしいというかちょっとこう励ましてほしい。 っていう子もいる。そういう子に関しては、もう励まします。別にそんなきついこととか言わなくて、言う必要がないので、頑張ってるからね。それは、熟考士だったら、目の前にね、生徒がいるわけなので、その子その子、ちなみに俺は個別指導だったから、その子その子によって対応を選ぶことができる。で、厳しいこと言うときもあるわけですよ。必要なときもあるので。で、厳しいこと言うのもですね、それは、 人間関係ができているからこそなんですよ。厳しいことが言えるっていうのは。これはもう別のことでもそうですね。部活とか家族とか親子とかでもそうなんですけど、なぜかっていうと、人間関係ができているので、そもそも向こうが自分が厳しいことを言ったのも受け取れる関係にあります。受け取ってもらえるで。受け取ってもらえるし、それを例えば凹ましちゃったりとか、イラつかせちゃう可能性もある。でも、後でアフターフォローができるんですよ。 その時はイラッとさせるかもしれないけども、例えばね、1日置いてとか、例えば30分置いた後にもう一回ね、ちょっと落ち着いたトーンでもう一回話をする。その二段セットによってちゃんと伝わるみたいなことができる。でも YouTube はできないんですよ。だから、えー、今回ね、実はこの動画では少しというか結構厳しいことを言います。はい、だから厳しいことを言わなきゃいけない生徒を想定して話します。なぜかっていうと、もう10月も終わりなんですよ。受験生にとっては本当にここ正念場で、 ここで、今までうまくいってても、ここで気を抜けば落ちるし、簡単に。で、頑張んなきゃいけない子たちは、本当にここでギアを1段階、2段階上げないと間に合わないんだよね。間に合うはずだったものが間に合わなくなる。で、後になって、もっと早く頑張ればよかったって後悔するんでしょ。もうそんなん見たくないもん。だから、正直ね、今回の動画見てさ、あの、みんながみんなポジティブに受け取るわけじゃないと思ってる。今から喋ることはね。 だしし、まあ、つかかかせちちゃゃったりととこましちゃうももあるかもしれない、うん、けどもやっぱり YouTube やってる人間だけどみんなのことを、ね、生意気だけど本当に生徒だと思っててでやっぱり生徒の幸せは願うものだし、うん、この動画が100人が見てくれてさ例えば10人20人かもしれんけどその10人20人の子が「頑張ろう」って「ね、はいってうっせーなちくしょうでもやったるよ!」って思ってそれでもいい そうやって思ってもらえたらいいなと思ってね、動画撮っていきます。ちょっと迷いき長くなっちゃったけど。じゃあ本編いきましょうか。改めてね、この質問です。この質問への返答なんですけど、自分がよくね、熟考詞の時に返していたのが、じゃあ聞くけどさって。俺があ、無理だよって。いやー、きついな。やめとき。うん、諦めな。下戸下げようぜ。って言ったら下げんの。どうするってよく聞いてました。諦めんのかいって。俺が、 やめなって言ったら諦めんのかってもしそれで諦めるんだったら受かるわけがない伸びるわけがない誰かに例えばみんなの目標とかこれは夢とかもそうなんだけどを無理だって言われたくらいで諦めるものなんだったらごめんな言い方本当に悪いんだけどそれまでの目標なんだよやっぱりね受験っていうのは絶対がないのね 今はすでにさ A 判定取れてる方もいるかもしれんし、まあ、俺もこの時期まだ D 判定 E 判定で苦しんだ時期だったからでね苦しんでる方もいると思うんだけど絶対なんてないんだよね。そうだから甘くないのよ受験って。まあ、高校受験はさまだう戦うメンバーが少ないから地域でねだから倍率によってはうわなんか全然あいつなんであいつが受かんのみたいなことも起こっちゃうんだけど、まあ、大学受験とかってそもそもそんなことないし、うん、本当に戦いだから。 やっぱ覚悟がある人間じゃないとその戦いの場には立てないんだよねそもそもだし今すでにさ特に受験生の方なんてもう心が毎日グーってなる方いると思うんだよ不安で不安でしょうがない英反って取れてもそうだよね人によってはうん向かる気がしないどうしようみたいないくら勉強しても伸びてる気がしないってでそういった苦しみもあるじゃないですかでもこれってもっともっと大きくなるよ 11月12月になってったら特に11月の後半ぐらいからかなもうね生きてる心地がしないがになる子も普通にいるからねだからやっぱりそれを耐え抜くというか頑張りきるには覚悟が必要なのよ腹をくれれてなないいと耐えられないんだよねだからいつもこういうふうに問いを逆にね投げかけますあ今自分にがさ、まあ、嫌な言い方しちゃったけど諦めなって言われた時にはっ 思う方もいると思うしシュンってなっちゃった方もいると思うんだけど改めてそのさ意図も全部伝えたからそれを聞いた上で踏ん張ろうってやってやるよ見せてやるよって思えるんだったら受かる可能性はあるようん届く可能性はあるでもね変数値俺も20足んないとこからチャレンジしてたから死に物ぐいでやりな今の生活のもう中心全てを勉強に捧ぐぐらいな時に受験生の方ね残り3か月ぐらいだから。 いや、本当人生すべて勉強しないと思ってないよ。思ってない。もうメリハリが大事だから遊ぶときは遊ぼうぜ。恋愛もしようぜ。おたかすもしようぜって思うよ。ね。もうしてるから。ね。もういいね。注ぐぜって。貢ごうぜって。いや、思う思う。見つ献すぎはダメだけどな。ダメだけど。いいんだって。メリハリはあって。ただ、あとこの3ヶ月ぐらいは、もうすべてを勉強に捧げたなって思うぐらいにやってみ。そしたら、 もう自分が今いるレベルとは別の次元に行けるしまず見える世界が変わるから自分に対する思いも変わるし内面から溢れ出るものも変わってくるでもそれは言葉じゃ説明できんのよこう変わるっていうのは自分で実感しなきゃ俺も偏差値二重足らんくて死に物食いで勉強してでやっぱり変わるもん自分に対する自信もそうだし考え方もそうだしで何より自分の説明書がよくわかるようになった 自分の扱い方ね。みんなはさ、凹みやすい子もいればさ、ちょっとこう気を抜きやすい子とかもいるかもしれないじゃん。でもさ、どういうことをすると凹むのか、どういう時に気を抜くのか。じゃあ気を抜いた時にどうすればもう一回ね、兜のを締め直せるのかっていう自分の特徴がわかる。だって向き合わなきゃやっていけないんだもん受、受験勉強なんてね。そう。だから、改めて、うん、俺が行きたいのは、じゃあ俺が無理だよって。 返したら諦めるのかいってそ,うその部分だと思うそこが、うん、それでもやってやるよって思えるんだったら何度も言うけど届く可能性は100%じゃないよそれは受験に100%はないからねそうだけどもうん、そこでもう一回今のこのここまでの動画もねここまで見てくれた方たちだからここまで見た見た中でもう一回自分の心の中と向き合ってみてください、うん、それで自分の中で燃え上がるものというか くそやるよやればいいんでしょ!」みたいなふうに思う自分がいたらその自分を大事にして今からこの動画を止めてもう一回勉強に戻ってください。いいかなあのー、こんなこと言ってますけど心から応援してます一人でも多くの人が受験勉強の語学発表の掲示板を見た時に悔しい涙じゃなくて嬉しい涙を流すことを心から願ってだからまたねこういった口うるさい動画も撮るかもしれないんですけどよかったらね ぜひ、今後も付き合ってください。はい。よろしくお願いします。ただし、ただしだよい。全部捧げろって言ったけど、睡眠時間を削るとか、食事の時間を削るとか、ちゃんとしたいい食事というかね、ちゃんとした人としての生活リズムは崩さない。いそれが担保した上での100%の努力だから。 そこのバランスもきっちり考えて過ごしていってもらえたらと思います。はい、ということで、ここまでお付き合いいただきありがとうございました。来週はもうちょっと見やすい動画になると思いますので、よかったらね、来週の月曜日もまた見てみてください。それじゃあ、こ、それじゃ、今週一週間も頑張っていきましょうそれじゃ、あまたねバイバイ頑張れよ